だからこう絵の中がもう VR の方だなみたいな、うん、でもやっぱピカソはこう見えてないのにこう光の線でこう鶏とかのシェイプをこう追って描いていたみたいな、だからもうすでに VR みたいなことをやってた作家なんですよね、うんうん、それがめっちゃ面白いですよね。だから、うんうん、今回のピックアップアーティストは松田春さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ご紹介お願いします。はい、松田春さんです。 3DCG や VR の技術を駆使して仮想空間にオブジェクトをモデリングし、それを元にしたシルクスクリーンによる平面作品を制作され、オリジナルと複製といった二項対立的なテーマを思考し実践されていらっしゃいます。要はこれは、まあ、デジタル空間の中にこういうものを作り、それをシルクスクリーンで自分で刷られているということですね、はい、どうしてそのようなプロセスになっていったんですか。でも自分がもともと大学で学んできた専攻が、まあ、版画専攻っていうのがあったんですけれど、ね、基本的にその、まあ、例えばいわゆる銅版画だったり木版画だったりシルクスクリーンだったりリトグラフだったりみたいなのをこうある程度全部学んだ中で、その例えばプリンターとかあるじゃないですか、はい、これで一発で済むのになんで複製技術っていうものをその大学 その美術っていう枠組みの中でこう学んでいるんだろうと思った時にすごい違和感が自分の中で生まれたっていうのがあって、技術的にもう全然いいのあんじゃんみたいな、なんかいわゆるその忘れ去られたメディアっていうか、だからそういう流れっていうのをもともと辿っていった中で、じゃあ今の複製メディアっていうものは何なのかっていった時に、まあ基本的にそのメディアっていうものが欲望の人間の欲望のまま生み出されたものであるなっていうのは思っていて、でその中でまあ VR を自分は扱ってはいるんですけれども、そうした中でその VR はじゃあ何を複製しているんだろうっていうのを思った時に、そのまあ体っていうのがもうここにあって、でまあ VR をつけるとここではない別の場所に行けたような感覚に、まあまるでゲームの世界に入り込めるみたいな感覚っていうのは、とうとう人間は現実の身体性や空間っていうものをもう複製する段階に入ったんだと思って、ある種サイボーグ的っていうか、その、まあ、VR もその場所に僕は存在して、まあ、彫刻だったり絵を描いているのにもかかわらず、それを鑑賞者に伝えることができないっていうもどかしさみたいなのをこうそういう葛藤した中で現実 と、仮想現実みたいな対立の中でこうある種こう体を半分に分かつようなサイボーグ的感覚になるっていうか、うん、っていう方法でこのシルクスクリーンの版画っていうのは今の自分をまさに表すような技法というか、まあメディアの技法だなっていうのは思ってます。なるほど。ごめんなさい、僕は VR というかちゃんと理解できてないかもしれないけど、はい、VR ってこれをつけるイメージがあるんですけど、あ、これつけます。あ、つけるんですね。あ、分かった。めちゃめちゃつけるで、ここつけて、はい、このここの中で見えてる空間の中でこういうものをいろいろ作ったりモデリングしていくっていう、そうですね、まさにこういう真っ白なスタジオの中に降り立って、うん、もうこう中でこう手を動かして体を動かしてこういうふうなオブジェクト群たちをこういっぱい作っていくとか。じゃあこのモチーフっていうのはどういうところから来てるんですか。はい、そうですね、基本的には、例えば石とか植物とかっていう、うん、はい、まあ、そういうその古くからある逆にその人間が作ったものではないその自然が作り出すそのものモチーフっていうものを基本的にデフォルメしたり、その複製できないものを複製するっていうのがあるっていうのは思いますね。ここは、うん、白くなってますね。そうですね、それがなんかまさに印刷技法の定性的な部分ではあるんですけれど、うん、まあ、プリンターではできないような仕組みにはなっていて、うん、その実際はこれ下地になっていて、うん、最初にまあ盛り上がりの凸凹があるんですけれど、うん、はいはい、その中でまあ乾いた上からそのインクを落とすっていうことによって、うん、あの白い部分は溝になっていて、あ、あのイメージのインク、うん、まあ、インクを落としてるんですけど上から、うんうん、インクが落ちてないだけみたいな、なるほど、っていうところで、まあ、ある種これは絵画のようなものであり、うん、そうでもないのかもしれないみたいな、うん、っていうのを作ってる感じになりますね。まあ、あのプリンターやったら、まあ、正確にね、何枚も何百枚も刷れることが技術だけども、そうですね、そうではない作為的に生まれる何か、まあ、それがこっちのカスレとかにも出てる、うん、あ、そうですね、シルクスクリーンの構造そのものをこう表す技法になってますね、うんうんうん、なるほど。じゃあたくさん他にも、うん、はい、ね、はい、拝見しましょう。え、これはリアルな空間、あ、これは現実空間の方なんですけど、はい、あ、はい、インスタレーションをこう、あ、すみません、した時にその今鑑賞者がこうブレてると思うんですけど、うんうん、これもなんか
VR をつけたまま歩き回れるみたいなことになっていて、ここの壁とか床に置いてあるオブジェクトがこう全てこう反転ではないんですけど、もう重力がもう逆転してるみたいな画面がこう見えるみたいな作品になってますね。ちょうど大学院の時の作品なんですけど、フェイクグリーンとかフェイクグリーンみたいな造花ですね、本物も混ざってみたいな。そうですね、なんか本当にあんま見えてないんですけど、絵の中のイメージもこの現実空間をもう 3D モデリングしたものをモチーフに組み込んでたりとかしてて、うん、なんかその造花の部分もあの絵の中に入り込んでるみたいな、だからこう絵の中がもう VR の方だなみたいな、うん、っていうなんかそのある種答え合わせ的っていうかっていうようなこうどっちなんだみたいなのを作ってます。あ、これあれですね、卒業制作とか大学院の、うんうんうん、卒業制作すげえな。そうですね、その床とかにある立体物とかも、はい、その VR でこういうふうに作ったものをそのまま、3D プリンターで出力して、まあ、ちょっと加工してっていうのが入ってるんですけど、 3D プリントもまあそうなんです、版画の技法との延長やと延長線だなっていうので、うこう全部にこう、まあ、生活にもうもろに入り込んでるっていうか、うスマホは皮膚だみたいなのを誰かが言ったのは結構覚えてるんですけど、まさにその通りで、それがないと生きていけないみたいな身体性、まあ、インターネットもそうですけど、そういう身体性がもう知らず知らずのうちに入り込んでるっていうのは、やっぱ僕の中ではこう非常にサイボーグ的だなっていうのをこう思ってるんですよね。あ、でもこれめっちゃ分かりやすいかもですね。これあのアビニョンの娘たち、あのピカソのアビニョンの娘たちのオマージュなんですけ ど、 なるほど、その、まあ、いわゆるキュビズムですね、ピカソのいわゆるキュビズムっていう手法を VR でやった時にどういう反応が起きるのかってやった時にうまくいって、まあ、当時の時代を振り返るともうキュビズムって多分すごい変なこう作品性というか、多分最初はきっと受け入れられなくてみたいなのがあったと思うんですけど、こう VR をやってしまうと、あ、ここはこういうことなんだみたいなのが立体的に捉えられるし、画面の構成の方法もなんかこうその僕が場所にいてこう分かるので、なんかこう一瞬で要素を抜き取れちゃうというか、なんかこうめちゃくちゃピカソって絵うまかったんだみたいなやってて分かるみたいな。100年前に VR のない時代からこれが見えてたんだみたいな。そうですね、あとピカソとかで言うと本当になんか逆鏡みたいな光の線を、長時間露光で撮影してるみたいな画像があって、でもやっぱピカソはこう見えてないのにこう光の線でこうニワトリとかのシェイプをこう追って描いていたみたいな、だからもうすでに VR みたいなことをやってた作家なんですよね。それがめっちゃ面白いですよね。だからでやっと僕の時代に この時代に入って僕みたいな作家がそれを理解できるようになってるんだなみたいなっていう、なんか結構だからそういうことを思えた作品ですね。なるほど、やっぱどこまでもそのやっぱ身体の置き所というか、身体とこういう技法のこう自分たちのバランス感覚っていうのは、まあ、それぞれのまあ世代とかまあ個人によっても全然違うと思うんですけど、その辺ってこれからどうなってきそうですかね。いやでもやっぱりなんかこう VR 事故みたいなのがあって、その VR をしている最中に脳卒中で倒れて誰も助けれなかったみたいなニュースがありまして、なんか VR チャットかな、やっぱ全然虚構なものなんだっていう、やっぱちょっとある種悲しみがあって、みんなが思ってるような、あ、すごい新しいの面白いみたいなことではなくて、 100% 結局なんか戻ってきちゃうと思うんですよね。だからそういう意味で考えた時に、その完璧な 100% 意識が肉体を捨てて他のところにあるみたいなものっていうのは、なんかこうあんまり僕は割とそこに関して希望的ではないっていう、結構ネガティブに捉えてるんですよね。結構こういうの作ってるんですけど、僕サバイバル動画とかめっちゃ見るの好きで逆になんですよ、そのなんでサバイバル動画見ちゃうんだろうと思って考えた時に、あまりにもその今の人間の社会性みたいな、その革新性みたいな仕事とかをやってる時に通して、ある種その生物的な、なんかその魚を取って食べるみたいな、そして寝るみたいなものと全然直結してなさすぎて、なんかその逆に YouTube のサバイバル動画を見ることでしか僕らのそのプリミティブな欲求とか欲望っていうのは解消されないんだって気づいたんですよね。ある種だからちょっとそこは
希望的には見れないんですよね。なんかこう、まあ、だからその技術的には本当にどんどんこちらの方に邁進していく、うんうんうん、まあ、その世界全体のこういう技術に対する考え方と、やっぱりその土とか、はい、もう本当に感覚っていう、うんうん、肉体っていうものにこう立ち返っていく人とのこう乖離が激しいなっていう感じはまあ見てて思いますよね、うんうんうん、どっちも擁護できないみたいなどっちも正しいかもしれないし、どっちも間違ってるかもしれないみたいな、なんかそういう二面性とか絶対に混ざらないものを混ぜ合わせるみたいな両極性が多分僕の中にもずっとあるから、多分こういうことになってる、うんうん、気がします。なるほどね。デジタルの感覚と、まあ、肉体がどういうふうに展開していくのか、うんうん、中田さんの中で展開していくのかも楽しみにしていきたいなと思いますけど、うん、近々何かこう展示とかの予定ってありますか？あ、確実に決まってるもので言うと、まあ、本当にミートユアアートフェスティバルとかが今、うん、バッチリ決まってるんですけど、うん、まあ、ぼちぼちその間も入ると思うんですけど、はい、ミートユアアートフェスティバルを10月ですよね、皆さんに見ていただきたいですね、うん、はい、ちょっと楽しみにしていただければと思います。はい、はい、というわけで本日のゲストは松田春さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、森山未来です。今年もですね、国内最大級のアートとカルチャーの祭典 Meet Your Art Festival の開催が決定しました。 Meet Your Art Festival はアートを軸に音楽、食、ファッション、ライフスタイルと隣接した多様なカルチャーを一堂に会することで、アートに対する新しい出会いや発見を設計します。今年のテーマは New Era とし、100名以上のアーティストの方々はもちろん、多様なクリエイターとともに新しいムーブメントを巻き起こします。天王洲運河一帯を舞台に、10月11日金曜日から10月14日月曜日まで4日間にわたり実施します。僕も参加します。ぜひ遊びに来てください。